今回めちゃくちゃ朗報です。お腹引き締めたいって思ってても、腹筋って結構難しいですよね。例えば、起き上がれないし、頑張ってもなんか首の前側が痛い。勢いよくやっても、なんかお腹に効く感じしない。そういう点から、やっぱり、まだプランクの方がやりやすい。そういった方も多いんではないでしょうか。今回は実際に私が、普通のプランクをやめて、今回のプランクに変えた時に、お腹周りが1週間で変化を感じました。実際に測ってみたら、1週間で3センチ凹んでたんです。普通のプランクは、こうやってても、腕が悪くなったり、腰が反れてしまったり、体が前のめりになってしまう。そういった原因から、あんまりお腹に効かないことが多いんです。今回誰でも簡単なのに、お腹に効くプランク、2種目紹介します。1種目20秒、3回ずつ行っていきます。全部やってもたった2分、頑張れるはずです。解説を含めてお腹をちゃんと使う方法、意識というのをお伝えしながらやっていきますんで、誰でもマイペースにできます。一緒にやってみましょう。現在期間限定で公式 LINE 追加をしてもらうと、たくさんの方が結果を出した、1週間お腹痩せメニュー、足痩せメニュー、ダイエットカレンダーに加えて、公式 LINE から無料メルマガ追加をしてもらうと、さらに痩せる食事メニュー、運動メニューを配布しています。残念なことに公式 LINE ではメッセージ数が限られております。実際にたくさんの方にダイエット情報を届けるのは無料メルマガになります。なかなか痩せられない、習慣にならない、そういった方は登録してみてください。そして今後も無料メルマガの方では、21日間エクササイズ習慣化プログラムや2ヶ月短期ダイエット集中コース、そういったものを配布していきますので、楽しみに追加して待ってください。1種目目はですね、できる方は膝も浮かせて、難しい方は膝ついたままでいいです。普通に肘をついてカメハメハをしましょう。ここに顎をポコッと乗せてもらって、こういう感じでキープ。もしできる人はこう。ポイントはお尻を締めること。そしてお腹というのは重力で下に出てしまうので、そのお腹を引っ込めとくっていう意識もしてください。息止めるとお腹へこませる意識減るので、息は5秒から7秒ぐらいを目安に、はーって吐いたら一瞬で吸い込んで、またすぐ吐き続けてください。疲れてくると息止まりやすいですから、きついなーって方は同じように秒数数えていきましょう。それでは3セット行っていきます。1セット目いきましょう。いきます、スタート。顎に乗っけてキープ、息長く吐いてください。もし腰が痛くなる人はレベルが合ってないので、腰痛い人は膝ついてください。お尻締めたまんまです。はい、オッケー。どうですか、腰が痛かったらちゃんとレベルを下げてください。できる人は膝をつけずに。いきましょう、2回目スタート。あんまり体がね、前に行かない方がいいです。どっちかといえば体は後ろの方がいいです。待って、お尻締めて。オッケー。あと1回で終わりです。頑張りましょう。さあラスト、いきますよ、スタート。頑張って。腰痛くなりそうなら膝ついて、こういう感じでもいいですからね。待てます。オッケー。じゃあ今度上を向いてですね、腰をちょっと丸めてください。これ20秒、スタート。腰が硬いとね、腰が痛くなったりするんで、腰しっかり伸ばすことでね、プランク中の腰が痛くなるようにできます。じゃあもう一度うつ伏せです。肘をついたら手をパーにしましょう。パーにしてできるだけ床を押す感じです。そして足は片方は膝をついて、片方は伸ばします。これを交互に行います。プランクで歩く感じです。いきましょう、3セット、スタート。こういう感じ、交互に膝をつきます。これでお腹を休めながら鍛えてることができます。
オッケー、よっしゃー。ちょっと一回ね、腰痛めないようにお尻フリフリしてください。20秒。お腹の力がね、抜けてくるとね、腰に力入りやすくなるんで、腰の力をちょっと抜きましょう。よし、OK。 じゃあ2回目いきましょう。息止めないように、スタート。こういう感じ、膝を後ろに伸ばすようなイメージ。だんだん体がね、後ろに下がってくると思いますが、頑張って。うおお、めっちゃ後ろ下がってった。これはあともう一回やったら終わりです。体がね、後ろに行けば行くほど効きます。さあ行きましょう、ラスト、スタート。かかとを後ろに突き出す感じ。そしたらだんだん体がね、後ろに下がっていくでしょう。そしたらもう負荷がどんどん上がりますからね。もう肘が伸びていく。うわー、最後はもう肘が伸びてた。そのままお尻フリフリしましょう。スタート。プランクのね、あととかは絶対これをねやった方がいいです。全部次の日腰痛くなるんで。プランクはね、腹筋も鍛えられますが、体幹もね、鍛えられて、体幹弱い場合ね、腰に負荷がかかることあるんで。よし、OK。どうでしたか？たった2分、結構お腹効きましたよね。短い時間でお腹に効かすメニューというのが長続きできて、お腹にも効果的ですから、何十回も頑張るよりはね、こういった感じでお腹を引き締まるメニュー毎日やってください。できたよ、頑張ったよって方、グループ内のコメントで教えてください。もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画、どっちか一本頑張ってみて。登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。